ほら、まあ、行くぞ。なんだ、死ねるぞ。どうだ、なんだ、これが私の実力です。覚悟ですよ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。使えそうだな。私が防ぎます。よし、進むぞ。みんなの力を私に貸してください。行きますよ。よし、進むぞ。覚悟ですよ。これが私の実力です。勝ちに行きます。よし、進むぞ。私が封じよう。
よし、進むぞ。待っておきましょうか。ナウロソ仮面の力、ここに極まれり。進むぞ。これが俺たちの絆だ。どうかしら。くそ、どうだ。まだ何も。くそ、こっち。これは進むぞ。出発。
進むぞ。使えそうだな。見つけたわ。やばいぜ。当てるぜ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。間合いを詰めて、今だ。いざ。しまいだ。ぬるい。まだまだこれからだ。まだまだ止まりませんわ。これでよしと。メイ君といざなってあげましょう。受けてちょうだい。逃げないでね。よし、進むぞ。使えそうだな。好きにはさせないわよ。行きますよ。よし、進むぞ。見つけたわ。行きますよ。熱き燃ゆる力を。you
進むぞ。使えそうだな。みんなの力を私に貸してください。行きますよ。裁きです。私が封じよう。よし、進むぞ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。勝ち時を上げろ。お、ナウロソ仮面の力、ここに極まれり。おじい様、少しお時間良いでしょうか。アンベル、使徒殿が共におられるということは、調査の件での報告か。いえ、今回はごく個人的な要件になります。私の過去、幼少の頃についてお話を伺いたいのです。幼少の頃、何か気になる？はい。私は今よりもずっと幼い頃、体が弱く、自室で寝込む回数が多かったと記憶しております。ある時期からそれがなくなった。そのことに関しておじい様はどういう原理でそうなっていたか説明することは可能でしょうか。
人殿がおられるが、話して構わないのかな。アンベルが幼い頃、床に伏せることが多かった件について説明は可能である。それは私がアンベルを対象に人工的に優れた魔術師を量産することが可能かどうかを題目としての研究を進めていたから。それは、その研究はどうなったのですか？結果を端的に告げれば、失敗に終わった。想定以上の成果は見られなかった。話は以上だろうか。私は急ぎの用があるので失礼する。研究結果を聞きたいというのならば伝えよ。当時の私は生まれ持った才によって操れる力の上限が定まっているという考えを覆す研究を進めていた。体を改造する投薬による人体実験、体内の魔力許容量を増大させ強力な魔術の行使を可能とするよう肉体の土台を作っている。これらはすでに自らの体を対象として実験済みである。一定の効果が得られることは確認されている。何よりも魔術の才を欲していたのは私である。
どれだけ魔力があっても足りない。魔術の頂に至るにはまだまだ足りないのだ。自身を対象としての研究が詰めの時期に至った時、この成果を他者にも転用できることが叶えば、もはや才能の有無で悩み苦しむ魔術師はいなくなる。そう考えた。研究対象は現状に満足していないもの、そして体がまだ出来上がっていない年少のものが望ましかった。理由は様々だが、大枠はその通りである。そこで白羽の矢が立ったのは、才能の足りない親族である孫、アンベル・ロキだ。アンベルは一族のものでありながら、幼少の頃より魔力を扱う才に欠け悩んでいた。だからこそ話を持ちかけた。強くなれる可能性が、それに欠けるか。心よく了承した。幼くともロキの血を継ぐ者、魔術に対する探求心は強いのだ。私がその研究を受け入れた。成人した者を対象に実験を重ねた薬は、年少の者には刺激が強かったようで、拒否反応や過剰反応が見られた。弱っていったが、実験は順調に進んでいた。研究を進めるうちに予測していたが、この実験は年少の頃に経験すれば効きが良くなる。親族であるからこそ緻密な観察がしやすい。この研究はどこにも漏れずに進めることが可能である。その内容も劇的に進化の一途をたどった。
果、アンベルの魔力量は年の割に大きく飛躍し、ロキ家の中でも有数のものへと変化していったのだ。私がロキ家の中でも有数の魔力量？だがアンベルは内包する魔力は多いが、それを魔術として制御する能力が足りなかった。持ち合わせた才能を覆す人工的な技術は生み出せなかったのだ。しかし実験によって魔力量を増やせることは確認できた。想定以上の成果は得られなかったので研究はやめ、私は他の研究に移ることを決めたのだ。それが先に問いかけられた。アンベルが過去どのような経緯で床に伏せていたのかについての説明である。解放する魔力量というのはそう簡単に増やせるものではない。壮絶なる命のやり取りを経ての長き修行や、頂上の存在たる神から力を授かるなどであれば、飛躍的な成長は見込めるのだろうがな。体が出来上がってからでは遅いのだ。生まれ持った際はあらかじめ定められており、その殻を破ることが凡人には難しい。実験としては成功の域だが、私自身を天に選ばれた才能の領域へと押し上げられなかったことがそれを証明している。感謝しろということですか？投薬されたことで寝込み苦しんだにもかかわらず、持ち合わせた才を超えた多くの魔力を得たことをありがたく思えと。
どう考えるのかは自由だ。好きにしなさい。しかし幼少の頃だが、アンベ、お前は確かに意志を貫いた。今の非難めいた態度も、自身が被害者であるかのような振る舞いもどうかと、そう言っている。私が被害者だなんて。私が自分で言うから大丈夫だ。ありがとな、アバロ。おじい様、一緒に実験を進めようと話を持ちかけてくれたこと、頭から抜け落ちてしまっており、申し訳ありませんでした。しかし、実験結果が失敗だと判断するのは早計です。だって私はまだ何一つ諦めていません。私はこの先も努力し続けます。おじい様が魔力量を増やしてくれたから、私は頑張ろうと思えるんです。だから見ていてください。私がこの先何をなすのかを、私がどんな魔術師になるのかを、あの時の実験によって得たこの魔力と好機を生かし、ロキ家の名に恥じない魔術師へと成長してみせます。ならば観察するとしよう。実験対象がどういう歩みを持って成長していくのか。言っちまったんだろう。
なことするわけと思ったけど、そうしかねない勢いだったんだよな。止めてくれて助かったよ。ああ、覚悟はできたから大丈夫だ。なんとかおじい様に、あの時の実験は失敗じゃない、自分の研究によって孫は一人前になったんだって言わせないとな。Yeah.